女子君のお家倒壊寸前どんだけ傾いとるんや。皆さんこんにちは。こんにちは。新しく始める企画、視聴者さんのミリ部屋紹介。その前に投稿者の部屋を見たい人も多いということで、ぶっちゃけ誰もおらんやろ。ミリ部屋紹介第0回、投稿前の練習もしたいので、女子くんのお部屋を紹介していきましょう。はい、すでに9割の方がブラウザーバックしたと思いますが、出た！ミリ部屋ナンバー0、女子くんのお部屋を動画で紹介します。誰得やん、この動画。ほら、こうやってレベル低い部屋紹介すると、みんな投稿しやすくなるでしょ？まあ、そうやけど。ちなみにガチで片付けておらず普段のままの部屋となっていますよ。片付けしろ。片付けると味がなくなっちゃうんだよね。味が。それで、女子くんによると、部屋に入って右にあるのは謎の植物。その下にはドライボックスだね。ドライボックス？ほら、カメラとか保管するようなものだね。ああ、除湿するやつか。この植物は2年くらい前に100円ショップで買ったものって言っていたね。変な鳥おるで。これが女子くんが毎日キコキコしているルームバイク。アルインコというメーカーのものなんだけど、何キロ走ったと思う？え？日本一周とか？ 23,000km 以上だよ。え？地球半分以上の距離だね。そんなに持つもんなん？このペダルの付け根部分のナットが緩んで3回くらい締めたくらいで、他は問題ないらしい。めちゃくちゃ丈夫やん。こういうの欲しい人はおすすめって言っていたね。正面にはテレビがあって、その横には謎の小動物がたくさん。スズメとか猫やん。グンオタは動物にも優しい。テレビラックの下にはオーディオアンプ。テレビとか PC の音を4チャンネルで出力しているね。ヤマハのやつやな。かなり昔のモデルだね。基本的にこういうのは今のハードウェアに比べて持ちがいいからな。それでこの謎の空気清浄機。何でも謎つけんな。すでにお察しかと思いますが、フィルターは100円ショップの極薄フィルターになっています。何してんねん。正直フィルターってあの厚さは必要ないと思うんだよね。私はフィルター確認しません。私じゃなくて助手やろ。助手。ポンコツ空気清浄機は閉まっておきましょう。そうしとるのは自分やろ。笑った。どこも笑うポイントないやん。はい、助手くんはこのわずかなスペースで寝ています。このジャンク部屋はまたは和室で、床材とか全部自分で買って貼ったそうです。それはすごいやん。ゆるふわ作るチャンネルの転身も可能です。こちらが女子くんのデスク横。ごちゃごちゃやん。注目なのはスピーカーだね。自作 PC とかで内部を工夫したり、揃えている人は多いんだけど、音にこだわる人って意外と少ないんだよね。みんなヘッドホンとかそっち系やな。スピーカーも本当に丈夫で、10年とかそのくらい余裕で持つからね。おすすめですよ。その足元、謎のビタミン剤を発見しました。まあみんな使ってそうな感じやん。そしてその横に、謎の配管を発見しました。仕込みやろ。これね、写真撮影に使おうとしていたもので、1年くらいここに放置されているね。え、まあみんな使ってそうな感じやん。これはゴミやん。はい、これはヘッドホン。人に見せれるレベルではないので非公開ですが、これがないと動画が作れないくらい重宝しているね。ソニーのものですが、有線接続じゃないと遅延が気になるので、動画制作には向かないんじゃないかな。正直特に面白いものはないんだけど、これだね。これおすすめ。テープ見てください。プロの必需品と書いてあるところ。へっ、これはパーマセルテープというもので、カメラとかやってる人なら知ってると思うんだけど、YouTuber で使ってる人ほとんどいないんだよね。何するやつなん？値段が高めのテープなんだけど、手でちぎれて長期間ひっつけても塗りが残らない。でも、接着が比較的強力だから、セロテープの代用として使ったり、絶縁用に使えたり、カメラだったら傷防止とか、PC では配線を固定するのに使えるね。そんなんあるんやな。一つ持っておくと便利ですよ。ダイソーの無線イヤホン。これもいいね。さっきから気になっている人も多いと思うんだけど、ウマ娘や。ちょっとしかプレイしたことないからわからないんだけど、見た目が可愛いので置いてあります。サイレンス鈴鹿だよね。好きな視聴者さんいるかな？こっちの子は、なんとかシルバーウィークみたいな感じの子。それ絶対ちゃうやろ。私あの子好きなんだよね。なんとか一番の子。なんとかなんとかっておばあちゃんか。にわかなので終わりとして、次はガチなものだね。これが女子くんの PC 環境。画面めっちゃでかない？43型の 4K ディスプレイだね。43？ 机
机は奥行き60センチなんだけど、43インチはなんとか置ける感じ。ちなみに後ろはこんな感じ。これ足はみ出とるやん。奥行きは70から80センチはあった方がいいね。無垢天板のいいやつあるんだけど高い。それでスプロケットはいつもこんな感じで、右に iPad を置いてみながら作ってる。ヤマトの手法や。4K は圧倒的に綺麗で、これを一度使うとフル HD には戻れないね。なんかみんなそう言っとるな。マウスはロジクール。ちょっと重たい感じがするけど、握りやすくておすすめ。と、助手が言っとったんやな。あ、そうそう、助手くんが言ってた。キーボードは、マイクロソフトのサイドワインダー X4。これはめちゃくちゃおすすめ。キーがハゲとるやん。一週間くらいでハゲる問題があるんだけど、マイクロソフトのガチゲーミングキーボードで、とりあえず耐久性がやばい。何年使ってるかわかんないんだけど、メルカリとかで2000円くらいで買えて、自由にキー操作が行えるマクロ機能を搭載、Windows 11の環境でも全く問題ないね。多分、耐久性、機能性、コスパで、これ以上のゲーミングキーボードはないんじゃないかな？すごいやん。ちなみにキートップが削れて溝ができてるんだけど、全く壊れないからね。え？その横にもおすすめの左手キーボード、G13。全部のキーにキーボードと同じものを割り当てたり、すべてのショートカットキーを割り当てられます。ほう。動画編集にはマクロ機能は必須だね。さっきのマイクロソフトのキーボードでもできるん。ここのボタンに合計18パターン割り当てられるね。それで冬は指が霜焼けになるので、電気式毛布で温めながらマウスとキーボードを触ってる感じ。女子くん寒がりなんやな。お家が倒壊寸前の断熱性ほぼゼロ住宅だからね。ゼロって。それで足元のジャンクコーナーは、ジャンクやめれ。床から冷気がガトツしてくるのでクッションを設置、それと電気安価で霜焼け対策。ディスプレイの重量を支える目的でこんな構造も設置。明らかに無理しとるやん。右には前紹介した PC だね。中古の GPU 入れたやつやな。中古 GPU の上にはスンちゃん入ってる。こんなこともできるんか。画像表示したり動画を流したりできるね。PC は無理していろいろ揃えたけどその恩恵はほぼない。4K ゲームがちょっとできるようになったのと、エンコード時間が2分くらい早くなった程度かな。次は椅子か。ここまで来たら端も何もないので全部見せていくよ。これがスンちゃん、じゃなくて助手くんが座っているデスクチェア。エルゴヒューマンのプロオットマン。助手くんの部屋の中で一番高いのはこれだね。ほう、というかかぶさっとるのは何や。座布団カバー。え？これね、スースーしてお股とか背中が寒いんだよね。で、なんでこんな高い椅子を買ったのかちょっとお話すると。今から数年前、某お値段以上のお店で、あそこしかないやん。当時流行っていたエグゼクティブチェアを買ったんだよね。社長椅子みたいなやつやな。それを何年か使っていたんだけど、お尻がコリコリしゅるけ。コリコリ？リコリコじゃなくてコリコリだからね。はよ話進めれ。おかしいなぁと思いつつ、それで何かなぁと思って座布団をめくってみたら、バリーからボルトが飛び出していました。くさ。しかも2本だからね。要は、座面とシリンダー部分を支えるところのボルトが長すぎて、ズンちゃんのお尻をダブルガトツしていたというオチなんだよね。だから助手やろ助手。は、助手くんね。で、そのダブルガトツ事件以降、よく使うものはちゃんとしたものを買うことにしたんだよね。その後1年くらい突き上げに耐えつつ処分しましたよ。はよ捨てれ。このメッシュ部分なんだけど、へたることもなくてとても丈夫。映像では横に伸びた繊維みたいなものが開封した時にゴミとして入っていたんだけど、手で引っ張っても切れないレベルの強い繊維だったね。ほう。それでこんな風に足を支えるオットマンがついているタイプなんだけど、これは全然使わないというか机の構造が原因で使えない。奥に板があるタイプで足が伸ばせないんだよね。ダメやん。というか自作の支柱も邪魔やん。机もいいのに変えたいね。無垢天板の案件をお待ちしています。またこれか。加速しとるで。助手君のお家倒壊寸前。どんだけ傾いとるんや。お部屋がジャンコなのはいいとして、さっきの椅子より深刻やろ。この椅子確か 30kg ほどあるんだけど、フローリングの床はこんな感じのカーペット1枚で大丈夫だね。これはホームセンターに売っているもので、滑り止めがついているタイプかな。キャスターで床がデコデコになるからな。助手くんのデスク周りはこんな感じ。普段もこんな感じなん。ほぼそのままだね。それにしても映りが暗い。12畳用のシーリングライト1個と小さい補助照明だけだとダメだね。それでこっちの壁にあるのは写真。
個人が特定される可能性があるので非公開。え？実は助手くん写真で賞をもらったことがあって。ほんまか。で、この変な壁紙というか紙。本当はデスクをこっち側に向けたいんだけど、手元が暗くて結局今の位置に戻しました。角やからな。それでブルー色の壁紙も助手くんが自分で貼ったんだけど、非文章が理由でこんなヘンテコな色にしてるね。なんかゴミみたいなものが見えるやつか。後ろにはスピーカーとか変な枝が落ちています。なんで枝？確か流木みたいな感じで拾ってきたやつだね。え？その上にあるのは花咲くイロハのポスター。初めて聖地巡礼に行った作品のもので、石川県の湯涌温泉が舞台になっているね。そしてスキーとスノーボード。スポーツもするんか、意外やな。このスキー板はモーメントというメーカーなんだけど、メイドイン USA、アメリカで確か一つ一つ手作りしてる板なんだよ。アメリカ製とか今ほとんどないやん。ウィンタースポーツはこういった珍しい生産国が稀にあるね。これは有名なイケアのガラスケース。おお、フィギュアや。最近というかこの4つ以外全然買ってないね。どれもかなり昔のもの。東北ずんこはないな。それ以外も全然ないで。女子くん東北送り決定かな。部屋の中で唯一ミリタリーに関連するのはこれだけ。加賀屋。護衛艦加賀のメダルかなんかなんだけど、寄港した時のイベントで購入したんだよね。助手くん加賀大好きだからね。ゲームプレイしたことないけど。なんでや。それでここで寝てると。ほう。そうそう、最後にめちゃおすすめなものあるから紹介して終わりましょう。これだよ。これってあれやん、布団乾燥機とかそんなやつ。これが本当におすすめ。冬お布団の中冷たいよね。それで寝る前にこれを突っ込んで3分くらいするとすごいホカホカになるんだよ。そういう使い方か。もう寝る感じもさらすけど、ちょ、こうやって突っ込んで温風出すとめちゃ暖かい。ガチおすすめなので寝る前に冷たいなと思っている方はぜひ試してくださいね。ここまでさらす人もそうおらんで、 98% はすでにブラウザーバックしてるから大丈夫。こんな感じだね。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、ということで新しい企画は知っていただけたでしょうか。お部屋を取って送ってほしいということやな。詳しい内容はホームページを閲覧していただいて、同意された方は気軽に送ってみてくださいね。みんな待っとるで。写真の参考例はこんな感じ。最高画質で全体と注目してほしいところを撮ったものをお願いします。横にして撮ってな。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。今回の動画が面白かったと思った方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。